皆さんこんにちは、レザーワークス一点です。今回の動画は再チャレンジとなります、ボンド層についてですね。少し前にですね、ボンド層についての考察編と実践編やりました。で、その中で実践編の方ではですね、実際にこう純粋なボンド層、ボンドが分厚いだけ、それ以外の作業はしっかりできているっていう状況でボンド層がどのように出てくるのかというのをやったんですけども、見事にうまくいかずにですね、こちらがその動画よりも前に何度も挑戦して出したボンド層、こんな感じのを出したかったんですけども出なくてですね。で、前回普通にやってうまくいっている方、1回しかトコノールで磨いていません。で、こちらがですね、出そうと思ったんですけども、ただ単純にボンドがはみ出るだけでボンド層になっていないという状況になってしまった断面ですね。で、これをね、再チャレンジしていきたいなと思うんですけども、前回の動画の方にいろんなコメントいただいたりとか DM いただいたりとかで、皆さんがどういうことが起きているかというのも改めてまたちょっと把握する点がありましたので、その点も含めてね、今回は検証をしていきたいと思います。で、今回のこのボンド層についての、考察編でやったこちらの状況についてなんですけども、あくまでもですね、複合的な理由じゃなくて、ボンドがこの6番のですね、ちょっとライトが見えにくいですね、6番の断面が合っていたりとか、カット面がしっかりと直角になっていたりとか、下処理が間違っていなかったりとか、純粋にボンドが分厚いだけという状況でのボンド層がどれくらい出るかという検証になります。なので、ボンドが分厚いことによってこう圧着がずれてしまって、この1番のような状況になったりとか、そういうことは複合的な理由になりますので、含みません。今回はこちらの6番の純粋にボンドが分厚いだけという状況でもう一度再チャレンジをしていきます。前回の実践編の時にね、ボンドをあえて分厚くね、すごく分厚く塗ったんですけども、失敗するようにということを意識しすぎて、乾いていない状態で圧着をしてしまったので、ここにね、せっかく厚く塗ったボンドが外側にはみ出てしまって、実質ボンド層が厚くない状況になってしまったんですよね。なので、今回はしっかりと厚めに塗ってはみ出ないように乾かしてからですね、で、面をしっかりと合わせた状態で貼り合わせて、どんな結果になるかっていうのを確認していきたいと思います。で、前回とかの動画にいただいたコメントとか、皆さんのご意見、とても参考になりました。コメントいただきありがとうございます。で、その中で多かったかなと感じるのが、圧着についてとボンドの状況について。ボンドの状況が硬いことによって結果的に薄く塗りにくくて厚くなってしまうっていう状況にはなると思います。ただ、まず一つはボンドを常にいい状況に保つということと、仮に硬かったとしても薄く塗ることができたとしたら、ボンド層は普通に塗った時と同じように出にくいという状況になると思います。なので、その点の検証をするためにですね、今回これボンドをね、固くしておきました。こんな感じでかなりね、硬い状況です。はい、では早速いろんな状況の検証をしていきたいと思います。まず一つ目はですね、先ほども言ったボンドが硬い状態で、これは厚く塗るんじゃなくて、硬い状態で薄くしっかりと適した量で塗ってボンド層が出るかどうかということなので、はい、こんな感じでね、硬いですね。はい、ではこの状況で塗っていきます。量は適した量で塗っていきますね。はい、いきます。で、貼り合わせるタイミングも適したタイミング、硬い度合いによってもね、違うと思います。これは元々の硬さよりもそこそこ硬くなっているという、私の感覚的にはそんな感じなんですけども、本当もうカチカチになってしまっているとかっていうのはもう結構厳しいかなと思います。はい、では今もう薄く塗って喋ってる間にね、こうそれなりにしっかりと乾いていますので、この状態でまずは貼っていきます。
後から全部一度まとめて確認したいので、はい、圧着していきます。圧着は今回すべて同じようにしっかりと圧着していきますね。はい、続いてはですね、前回失敗したボンドを多めに塗って、しっかりと乾かして圧着してもはみ出ない状況でボンド層を分厚く残していくということをやってみたいと思います。今接着剤の方を、通常のいい状態に戻しました。これが、分かりますかね。ボンドの特徴はね、ものによって違うと思います。私が使用している、ノーテープの9820はこれが適正な硬さです。ではこの適正な硬さで、厚く塗っていきますね。厚く塗るのってね、結構難しいんですよね。はい、すごい厚いですね。はい、でこの時点で断面にはこのようにはみ出ていません。で前回この状態で圧着してしまったのではみ出てしまったんですよね。せっかく厚く塗ったボンドが全部はみ出て厚くした意味がなくなってしまったので、今回はねちょっとしっかり時間を置いて乾かします。はい、どうですか。すごい分厚いですよね。はい、ちょっとこれは一旦時間を置きます。はい、続いてはですね、前回のいただいたコメントの中でなるほどと思ったことがですね、断面の中に銀面を挟んだ断面ですね、それが、ボンド層というか黒い線に見えやすいということだったので、確かにそうかなと思って、3枚以上の革が重なる場合は大体の場合がこうボンド、銀面の層が入ってくるかなと思うんですけども、今回は2枚で、床面と銀面の貼り合わせですね、こんな形、こちら銀面側にして貼り合わせていきたいなと思います。それでどういった違いが出るのかというのを確認してみたいので、あくまでも、間に、銀面を挟むということだけで、ボンドの厚さは適正な厚さで、貼るタイミングも適正なタイミングで貼っていきたいと思います。まずはボンドがしっかりと噛むように通常通り足付けですね。これはね、ボンド層というよりかは層が見えるということで、それがボンド層に見えてしまうということにつながるかなと思います。はい、ではこのように足付けをしたので、これでですね適正な量で塗っていきたいと思います。はい、でこちらは床面ですね。はい、ではボンドがちょうどいいタイミングになりましたので、銀面と床面の貼り合わせをやっていきたいと思います。確かにね、これは層っぽく見えるので、ボンド層っぽく見えそうですね。確かに。はい、では圧着していきます。はい、そうしているうちに2番目の分厚く塗ったボンドですね、これがねもう乾きました。はい、当然ですね、この床面なのである程度浸透力がありますよね。普通に塗ったらそうならないぐらいボテッと多い量で塗ったんですけども、状況としてはこんな感じですね。あれよりこう何ていうのかな、塗っていく時に重なった部分的にああいう分厚いところができてしまうっていうことがあるかもしれないけど、全体的にあれだけ厚く塗るっていうことはちょっと考えにくいかなとは思うので、あれだけ塗れば分厚く塗ったボンド層というのはなんとなくこう表現できるかなと思うんですけども、はい、ちょっと圧着しますね。前回みたいにはみ出はしないと思いますので。はい、ではあと
1セット切った皮が残っているので、ついでにですね、あの圧着不良についてのご意見というかコメントが多かったイメージなので、まあ純粋な6番ではなくなってしまうんですけども、ボンドを適した量で塗って圧着をこう不十分にやってみたいと思います。手でギュギュッと握るだけですね。これももちろん塗る量が多かったりとかすると複合的な理由になるかなと思うんですけども、適した量で塗ったとしてですね、はい、はい、適した量で塗ってボンドも断面にはみ出ていない状態、はい、タイミング的にはもう OK です。この状況で圧着を手だけでやってみましょうかね。結構ね、手だけでやると圧着の度合いが足りないっていうのもそうなんですけども、ビシッとまっすぐの断面を作るのが、これ厚みがあるのでいいんですけども、柔らかい素材だったりとか薄い素材だったりするときにまっすぐの綺麗な断面が作りにくいかなと思いますので、圧着方法は必ず、まあ、ペンチとかローラーを使った方がいいかなと思います。はい、それでは、全て今減り落としをして、小刃処理ができる状態を作っておきました。ここにね、分かりやすく書いておきましたけども、ボンドが分厚いけど適したタイミング、適した量で適したタイミングですね。で、ボンドが、ボンドが硬いけど適した量で塗ったものですね。まあ、厚くなりがちだけど薄く塗るように、気をつけたもの。それからボンドが分厚くて前回の失敗をしっかりとやったものですね。はみ出ないように適したタイミングで貼ったもの、ボンド層を分厚く残したものということですね。それから床面と銀面の貼り合わせで、最後に圧着を手でやった不十分なものですね。もう一度磨く前の状況を見てもらいましょうかね。はい、どうですか。そんなにね、違いはないかなと思います。この3番目の間に銀面が入っているもの、これだけね違うのは分かると思うんですけども、黒い線が出るかどうかはちょっとやってみないと分からないですね。はい、まあ、とりあえずこの時点でボンドが分厚いけどしっかりとしたタイミングで貼って圧着はちゃんとやっているものに関して、これもねそんなには目立たないかなと今のところはそう感じています。ではちょっとトコノールでね塗っていきたいと思います。はい、いきます。綺麗に断面が作ってあったら、前回ね、普段私トコノール使わないので、ちょっと一回でもそこそこ綺麗になったなっていうイメージだったんですけども、はい、ボンドが硬いけど適した量、減り落としもしてますので、そこのね減り落とししたところまで乗せていきます。はい、続いてボンドが分厚いけど適したタイミング、これがですね、先ほどのホワイトボードの純粋にボンドの量が多いだけで、それ以外の作業は正確にできているという想定ですね。まあ、果たしてあれだけあんなにね分厚く塗ったじゃないですか、ボンド。それ以外の作業がしっかりとできていて複合的な理由じゃなかった場合ですね、果たしてあれだけ塗ったボンドでどれくらいボンド層が強調されるか、ちょっと見ものですね。はい、床面と銀面の貼り合わせ、これもねちょっと他との違いがあると思いますので、これもねどういう違いができるか。これはねでも銀面の白さ加減によってもこの層のくっきり度合いは違うと思いますね。ただその白さ加減はボンド層とはまた違った話なので、はい、はい、はい、白さが強調されましたね。続いて、
圧着不十分、手で圧着したものですね。はい、とりあえず一通り床のウールを塗り終わりましたので、では軽くスリッカーで磨いていきたいと思います。はい、それではですね、今一度床のウールを塗ってスリッカーで磨いた状況を作りました。じゃあ見ていきましょうかね。はい、ボンドが硬いけど適した量、どうでしょうか。黒い線自体は出ていないかなと思います。まあ、結構前にうまくボンド層が出せたかなと思うものがこちらですね。はい、こちらと比べていただいてもボンド層がね出ていないです。なのでボンドが硬かったとしても適した量でうまく塗ることができれば出ないということが分かったかなと思います。まあ硬いとね分厚くなりがちなので、その点はねちょっと溶剤で緩めるか、違うボンドに新しいボンドに変えるかしていただければと思います。まあ、硬さ加減によりますかね。はい、続いてはボンドが分厚いけど適したタイミング、これがですね、私が考察編でも言っていた純粋にボンドだけが分厚くてそれ以外の作業が正確にできている、複合的な理由じゃなくてボンドが分厚いだけで出るかという検証なんですけども、はい、どうでしょうか。まずこっちだけ、はい、すごくボンドを分厚く塗って、で貼り合わせは適したタイミングで貼り合わせたとして、で圧着もしっかりとしたとしてですね、こんな感じ、まあ、線っぽいものは見えていますけども、黒い線で嫌だなって感じるほどではないかなと、肉眼で見てもね、まあ、肉眼で見ると髪の毛より1本よりも細いぐらいの線がピーッと出ているかなというのは感じます。はい、ひどく出たものと比較してみましょうか。どうですか。はい、そんなにね目立たないのがわかるかなと思います。あれだけ分厚く塗ってもしっかりとしたタイミングでしっかりと圧着をして断面を整えて段差がなければこの程度で収まるということが分かったかなと思います。はい、続いては床面と銀面の貼り合わせ、層の中に銀面の層がある状況ですね。これね、たまたま使ったところが床面良くないところ、ベリーに近いところで、ちょっとねこっち側がザラザラになってしまっていますけども、層を見てもらいたいですね。はい、ちょっと光る、うん、色がね動いちゃいますね、すいませんね。はい、白っぽい銀面の層は確かに見えますね。3枚4枚重ねた時にはこういった層ができてくるということなので、うん、白い層は確かに見えています。ただボンド層という意味では黒い線は見えていないかなと思いますね。はい、どうですか、ね、黒い線は見えていないかなと思います。はい、まあね、この状況、まあ、これがいいかどうかって言われると結構気になるかなという、ね、この白い線がねというところも感じる方もいるかもしれないですけども、ボンド層かどうかと言われるとそうではないかなと思います。確かに、ね、気になりますね。はい、続いて最後、手で圧着、まあ、圧着不十分の状況ですね。だけど圧着しないとかじゃなくて手でキュッキュッとやったぐらいってことですね。はい、それ以外は適したタイミングで貼って適した量で塗って適したタイミングで貼っている、断面も段差ができないように貼り合わせているという状況ですね。はい、こんな感じ。はい、これが複合的じゃなくてボンドをしっかりとしたタイミングで貼っているので圧着が不十分っていう一つだけの理由なんですよね。それだけでは、はい、ボンド層は出ないかなと思います。で、圧着不十分で起きる現象、これ生徒さんでも結構あるんですけども、圧着が手でやったりとか、まあ、ローラーでとかでやっても
圧着が不十分だった場合、貼り合わせたりとかしてる間にね、剥がれてしまったりするじゃないですか。で、剥がれた時にもう一度そこの剥がれたところにボンドをこう目打ちとかでね、こう入れたりとか、もう一度剥がしてボンドを塗り直したりとかすることによって、ボンドが分厚くなってしまったりとか、はみ出たりとかして、それがボンド層として結果的に強調されてしまうということは起きます。これはね、結構あると思います。ただそれは圧着が不十分っていうだけの理由じゃなくて、圧着が不十分だったことによってやり直すことになって、その結果ボンド層が出たということになりますので、まあ、結果的に出たことには変わりないかもしれないですけども、その後の作業でね、出てしまったという判断になるかなと思います。はい、ということでですね、今回4パターンのね、このボンド層を出すための作業をやってみたんですけども、結果的にすごく嫌だなって思うほどのボンド層は出ていないというのがわかるかなと思います。こうやって4つ並べると、上から2番目ですね、ボンドを分厚く塗って適したタイミングで貼っているもの、これだけは結構ね、結構というか髪の毛1本分、細い髪の毛1本分ぐらいの線が出ているけど、まあ、それぐらいかなと思いますね。まあ、今回もいろんな状況でこのボンド層を作り出すような、検証をしてみたんですけども、考察編でもお伝えしているようにですね、一応私の見解としては、ボンド層が出やすいっていうのは、純粋にボンドの厚さだけが分厚くて、それ以外の作業がしっかりできていたとしたら出にくいかなと思っていた点があるんですけども、まあ、そういったところがですね、前回の実践編、今回の追加での実践でなんとなく伝わるかなと思います。やはり、ボンドが分厚くなっていることに加えて、段差ができていたりとか、ボンドがはみ出ていたりとか、カット面が斜めになっていたりとか、まあ、そういった複合的な理由でボンド層が強調されてしまうということが多いかなと思いますので、トータル的な作業の底上げというのが、ボンド層を目立たなくなる要因かなと、個人的には思います。はい、ということで、今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、それからいいなって思ったら高評価の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。